ジョン・ロブはイギリスで創業した靴の製造、小売りを行う企業、及び同社のブランドである。ブランド名は創業者の名前から命名され、1849年から続いている。創業者のジョン・ロブは、最高級の価格帯で優れた細工が施された靴を製造していたことや、イギリス王室からの賞を受賞していたことから、王の靴職人。 靴職人の王と呼ばれていた。ロンドンのセントジェームズストリートの店では、今日まで、ジョン・ロブの末裔の管理のもと、オーダーメイドの手作りの革靴を、男性用中心に、女性用の靴、そして、財布、ベルトなど、靴以外の革製品や、シュやケ用品、ネクタイなども取り扱っている。創業店である、ビスポーク専門のジョン・ロブ・リミテッドの他に、 1902年に開業したパリ支店を1976年にエルメスが取得して設立したジョン・ロブ・ SAS がある。1982年から最高級価格帯を占めるグッド・イヤー・ウェルト製法の新式製菓とオーダーメイドの靴を世界中で販売しており、ジョン・ロブの高級ブティックの国際的なネットワークを維持している。靴職人による オーダーメイド工房の歴史は、コーンウォールの農家の息子、ジョン・ロブが足を骨折し、手術に失敗して、体が不自由になった事故から始まる。農民として働くことができなくなった。彼は、ロンドンで靴作りを学んだ。金を求めて、オーストラリアに移住した。彼は、採掘者たちが見つけた金塊を保管できるよう、かかとを空洞にしたブーツを作った。 これらのブーツは非常な成功を収め、ロブは靴職人としてシドニーに定住し、1849年に彼の名を冠した会社を設立した。彼のブーツは展覧会で金メダルを獲得し、大胆な計画を進める後押しとなった。彼は専用の乗馬ブーツを作り、川の箱に収め、イギリス本国にいる当時のプリンス・オブ・ウェールズに無断で送った。 その結果、ジョン・ロブ社は1863年に初のロイヤル・ワラントを受けた。1866年、ロンドンに戻ったロブはディリージェント・ストリートに初の店を開いた。1880年、セント・ジェームズ宮殿からほど近いセント・ジェームズ・ストリートに支店が開設された。ロブが1895年に没すると、 息子のウィリアム・ハンター・ロブが事業を引き継いだ。1902年、ジョン・ロブの息子であるウィリアム・ロブが、パリイック・サントノーレ通り、界隈7月29日通りに、パリ支店を開業する。ウィリアム・ハンターの死後、妻のベッツィ・ロブが会社を引き継ぎ、続いて、息子のウィリアムが会社を経営した。1939年、世界恐慌の最中に、 ウィリアムの弟、エリック・ロブが、家業に加わった。第二次世界大戦前にも、倒産の危機にさらされたが、エリック・クロブが徴兵されなかったことによって、会社は存続し続けた。すでに、リージェント・ストリートの店は閉店していた。第二次世界大戦中は安全保障上の理由から、郊外に本拠が移り、爆撃で、セント・ジェームズ・ストリートの店も破壊され、 ロブは隣に移った。第二次世界大戦後、景気が回復する中、エリック・ロブは、英米両国の受注会で大成功を収め、自社の靴を提供した。1956年、ロブは、エディンバラ港フィリップから、お用達として認められた。1962年以来、店はかつてバイロンが住んだセントジェームズストリート7から9番地の、数の木先にあり、 再び数件移動した後、現在に至っている。1963年、エリザベス二世女王の御用達霊状を受けたジョン・ロブは1980年に、チャールズ皇太子から、御用達の霊状を受けている。ほぼ30年間、このように、セント・ジェームズ・ストリート展は、3人の御用達の権利で、飾ることが許されていた。何年にもわたって、 ジョン・ロブ社は十数件の加工堂を買収し、それらを自社の事業に統合していった。1976年、エルメスがパリ支店を取得し、ジョン・ロブ SAS を設立する。店舗は、パリー・パック、フォーブ・ルイ・コールさんとのれ通り、界隈・ボアシー、ダングラス通り21番地やハック、フランソワ・プルミエール通り、九区、モガドール通り等にある。百八十二年、 ジョン・ロブ・ SAS が、帰省下のコレクションを発表する。ジョン・ロブ・リミテッドは、英国で、ビスポークの実を取り扱っている。1829年に、イギリスの南西部コーンウォールに生まれた創業者の、ジョン・ロブが、ロンドンやオーストラリアで、靴製造を学び、1866年に、開業した店舗である。ジョン・ロブは、開業前の1862年に、 万国博覧会で金賞を受賞している。エリック・クロブが老後まで働いていたジョン・ロブ・リミテッドはロンドンのセント・ジェームズ・ストリート9番地で1店舗の実を展開しており、男性用を中心に女性用も含めたあらゆる種類のオーダーメイドの靴やブーツの実を製造している。また、ベルト、革小物、スパッツ、シューズケア用品などのアクセサリーも充実している。 ロンドン店では3万人の顧客の足型に合わせた木型が存在しており、さらなる注文にも対応できるようになっている。一度採寸を済ませた後、完成した靴が渡されるまで試着はない。靴の完成まで半年以上かかることもある。現在有効な2つのロイヤルアラントは、セントジェームズストリート店のみが対象で、筆記体で書かれたジョンログの文字と、 ロンドン、パリ、ニューヨークのサインと共に、オーダーメイド靴のインソールを飾っており、チャールズ皇太子は、主にセント・ジェームズ店製のジョン・ロブの靴を履いている、ことで知られている。セント・ジェームズ店のオーダーメイド靴の価格は、約2500ポンドからで、ジョン・ロブ社の代表は、海外顧客の希望を現地で実現するため、イギリス、ヨーロッパ大陸、アメリカ、ロシア、日本、 香港に都市に数回出張している。1863年から靴の製造工程を変えていない家業は、2012年からジョン・ロブの夜車後に当たるジョナサン・ロブが5代目として経営している。現在、創業者の彦に当たる父親のジョン・ハンター・ロブも会社で働いている。英国のエディンバラ港及びウェールズ港によるロイヤル・アラントが授与されている。 パリにあるジョン・ロブのブティック2016年から用いられているジョン・ロブ・ SAS のロゴ2016年まで用いられていたジョン・ロブ・ SAS のロゴジョン・ロブ・ SAS はフランスを拠点に各国で規制化を販売するほかパリにビスポークの生産拠点がある1902年にジョン・ロブが開設したパリ支店が1976年に閉店した際 フランスの高級ブランドグループであるエルメスが、ジョン・ロブの商標権を取得した。エルメスの商標権取得から除外されたのが、ロンドンのセント・ジェームズ・ストリートにある、オーダーメイドの加工房であり、現在も、ジョン・ロブの末裔が保有している。その後の数年間、エルメスは、 ジョン・ロブのブティックの世界的な流通ネットワークを構築し、1982年には、ジョン・ロブのブランドの規制化を発表した。当初、規制ラインの靴は、エルメスが、イギリスのノーサンプトンに本拠を置くライバルのエドワード・グリーン社に委託して作られていた。1990年、エルメスは、 エドワード・グリーンの株式の過半数を取得し、数年後に競合ブランドを吸収したいと考えたが、法的な競争を経ても成功しなかった。この提携は1994年に終了し、それ以降、ジョン・ロブの規制ラインは、エルメスの子会社である JL&Company Limited を通じて、エドワード・グリーンから購入したノーサンプトンの工場で製造されている。 オーダーメイドの靴はパリで作られており、工房はパリのモガドール通り32番地に置かれている。標準的なラインナップに女性物の靴は含まれないものの、男性用のベルト、革製品、ストッキング、靴の手入れ用品などのアクセサリーも含まれている。2000年代後半には、ボールスミスやアストン・マーティンとのコラボレーションが行われた。2012年時点では、 パリ、ジュネーブ、モスクワ、ドバイ、ニューヨーク、コスタメサ、東京、大阪、名古屋、福岡、香港、台北、上海、北京、甲州、ソウルに、ジョン・ロブのブティックがあり、いずれもエルメスが運営している。ロンドンのジャーミン・ストリートにもフランス資本のジョン・ロブのブティックがある。さらに、これらのモデルは、ハロッズ、バーグドルフ・グッドマン、セルフリッジズ、 ニーマンガ・マーカス、レーン・クロフォードなどの高級百貨店でも販売されている。創業者の彦であるジョン・ハンター・ロブが創業者に敬意を表す形でエルメスの監査役員に就任している。また、ジョン・ロブ・ SAS は、いわゆる、測定日に、世界各国の都市の靴小売り店に代表者を派遣している。フランス資本のジョン・ロブのオーダーメイド靴の中敷きに、 書かれたジョン・ロブの筆記体の文字は、ジョン・ロブ・リミテッドの靴の中敷きに書かれたものと同じだが、そこには、ロイヤル・アラントと都市名は見当たらない。規制下には別のロゴが入っている。2016年までは、イニシャルの JL で構成されていた。2016年には、ブロック体のフルネームが、新ロゴとして発表された。2014年には、 自身のウィメンズとメンズブランド1 2 0号を経営する、ブラジル生まれのファッションデザイナー、パウラジェル・バーゼが、エルメス参加のジョン・ロブ・パリのアーティスティックディレクターに就任した。2016年には、同社史上初となる、レディースシューズのプレタポルテラインを発表。パリのジョン・ロブ・ SAS のオーダーメイド靴の価格は、ロンドンのジョン・ロブ・リミテッドのオーダーメイド靴の価格よりもさらに高価であり、 オーダーメイド靴の納品前に試着の機会を設けている。ロンドンに拠点を置くジョン・ロブ・リミテッドは自社のウェブサイトでフランス資本のジョン・ロブについて言及しており、エルメスの非護のもとジョン・ロブの名前でオーダーメイドと帰省家の両方のラインがパリで運営されていることを誇りに思うと述べている。同様にパリを拠点とするジョン・ロブ・ SAS もウェブサイトで ロンドンを拠点とする家族経営とその共通のルーツについて言及している。主な製品は英国のオザンプトンにある自社工場で製造されているが、スニーカーのようなカジュアルシューズはイタリア製である。日本国内の店舗はジョン・ロブ・ SAS の日本法人である株式会社ジョン・ロブ・ジャパンが運営している。 フリー q u e n t アスクドクエスチョンズ j-o-h-n-l-o-b-b-l-t-d.co.uk, オブジェルフェン ,15 ノーベンバー2012ワーフ・アイン・ジェントルマン・シュティートネスフォリオ ch ノーベンバー2007ハットジョン・ロブ・ファクツジョン・ロブブートメーカーハットシュリット・ハルテン・ミッドデン・ロイヤルズベルトで10オーガスト2012シュリット・ハルテン・ミッドデン・ロイヤルズベルトで 10オーガスト2012ジョンロブリミテッド NATIO n a,、T I o、n a l ー・ r c h i v e s .gov u k オブジェルフェン14ノーベンバー2012アビチュアリーエリック・ロブインディペンデント .co.uk 9フェブルは1993テンプレートウェバーケブアーカイブイズフィートで25オーガスト2005ハットビッテジェミスクード スピーゲル、で、20、MRZ1989、ホフシュナイドル、アベンドブラッド、で、2、エイプリル2008、ザロイヤルアラントホルダーズジョン、ロブリミテッドハット、ボーグペディア、ハーミーズ、ボーグドットコム、オブジェルフェン、14、ノーベンバー2012、フリークエントリーアスクドクエスチョンズ、J-O-H-N-W-O-B-B-L-T-D.CO.U-K。 オブジェルフェン14ノーベンバー二千2012ありがとうございます。